そもそも営業職っていう職種自体が、うんはい、大体どの会社も売上目標を追って動くんですけど、うんうん、達成するために行う活動っていうのが、うんうんまあ、とにかく広いんですよね。新規のお客さんを開拓して、うん、商談して、まあ、受注してフォローするっていう範囲が広いんですよ、うんうんですね、なので、うん、転職とか、まあ、キャリアアップを考えるときに定性的なスキルとか能力っていうのが、まあ、言語化されづらいと、うん確かにってなった時に出てくるのが MM 総研さんが言ってらっしゃるデジタルセールスだったりとか、はい、分量化みたいなお話だと思うんですけど、はいはい、そもそもデジタルセールスとはっていうところからちょっと伺ってもいいですか、はいはい、私どもなりに定義しているものがあって、はいはい、継続課金型のサブスクリプションビジネスを提供される SaaS 企業さんが導入されているようなインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスっていう分業および協業型のセールスプロセスに関わる職種を総称してデジタルセールスって呼んで、なるほどなるほど。SaaS企業さんは売るまでと売ってから続けてもらうっていう2つの考え方を営業組織の中に入れなきゃいけない。あとはセールスの中にも内勤のインサイドセールスとフィールドセールスって2つに分業しているケースも多くあるっていう、まあこの3つの職種が今は SaaS 企業さんだと結構一般的。なるほど。それはそのでも SaaS 企業だけの話であってその他の企業にはそんなに関係ないって話ではないんですか？ビジネスモデル自体がパラダイムシフトが起きていて、追随する形で分業型を取り入れる企業さんも増えてきていて、デジタルセールスっていう職種の分業型が爆発的に今後増えていくよねっていうところが我々が注目しているポイントのもう一つでもあるっていうところです。なので参入するなら今が一番いいタイミングだと思っていて、そこのスペシャリストとかプロフェッショナルを育成したりとか、まあ、そのキャリアアップをご支援していきたいっていうところでやっているというところですね。デジタルセールスアカデミーとは未経験からでも成長業界であったり成長職種への転籍キャリアアップを目指すためのアカデミーになっています。大きく2つコースを設けています、うんうん、法人営業の経験がある方向けと経験のない方、うんまあ、つまり B2C の接客販売とか個人向けの営業とか、うんうん、そういったご経験しかない方というふうに大きく2つコースをまず分けています。なるほど。4種の講義を展開しますと、うんうんはい、で1つは効率的にインプットですねを行うための e ラーニングで、2つ目がオンラインを中心に講師からフィードバックを受けたりっていうようなリアルタイムの講義っていうのが2つ目で、3つ目はライブ形式のセミナーになるんですけれども、実際にそういった SaaS 企業で働いている方とかデジタルセールスで活躍している方をお招きして実際の現場を語っていただいてインプットを受けるっていうような、まあ、そういったものが3つ目で、4つ目は対面形式の講義っていうのを予定していまして、ハイブリッドで対応していく形です。人ってその座学で学んだだけとか本を読んだだけで習得できるものってほんの数十パーセントだけなんですよね。なのでやってみて学んでいくことが重要であるっていうのはアカデミーがあったとしても一緒です。じゃあその中でアカデミーの役割が一体何なのかっていうと、デジタルセールス職を目指す方にとってのまず選択肢を広げるっていうことと、自分でこれから行く先を選ぶにあたっての選択の精度を高めるって大きくこの2つだと思っています。選択肢を広げるってどういうことかというと、SaaS系企業を中心にデジタルセールス職のニーズっていうのは高まってるんですけど、とはいえまだまだ採用のハードルって高いんですよ、うん、っていう中でゼロからいきなりキャリアチェンジをしようと思ってもかなり距離がある。確かに。でも、うん、一通りアカデミーで学んで実践経験は確かにまだ詰めていないものの、うん、その土台となる知識やスキルまではちゃんと身についているっていう状態になることで、うん、選択肢を増やすっていうことには必ずつながります、うん、なるほど。今の話ってどっちか企業からどうやって選ばれるかとかそういう話じゃないですか。うんうん、でも一方でキャリアを成功させようと思ったら自分が行く先を自分で選べる力も大事じゃないですか。いや本当そうですね。っていう中でアカデミーで学ぶことでどんな職種かどんな業務かどんなスキルが必要かっていうことを学んだ上で、じゃあこの会社だったら自分のスキルって活かせるのかなとかっていうことをちゃんと判断できるようになっていく、うんうん、まあ、これによって双方が選択肢を広げて成功していく可能性が高まるっていうのがアカデミーの一番の役割だと思っています。